あの店頭でもいいですし、ウェブサイトでもいいんですが、そこであの接客をしていきます。でここは紙あのコミュニケーションを取っていきながら、会話をしながらですね、接客をするというような、ところを今 AI で行っています。でそのままですね、まあ、例えば店頭であれば、そのまま その場で決済を行ったりとか、あとはインターネットの EC サイト、こういったところだと、今まではあのカートの中に商品を入れて、会員情報を入れて、で、まあ、実際に決済をするという流れを、コミュニケーションを取りながら、この商品を買います、あ、お買い求めですかと言って購入すると選択すれば、AI の方でですね、じゃあこちらに ID とパスワード入れてくださいって会話の中から実際に決済まで行う。ここはあの Amazon のペイメントサービスとの連携をしてやりますので、こういったところまでを一気通貫してですね、集客してきて接客して決済すると、一気通貫で実際にこうあの処理ができていくというのが私たちの、ソリューションです。で、まあ、これを使うとですね、まあ、こういうお悩みの、方々は、全て解決できますよということなんですけども、あの店あの自社の、まあ 店舗もしくは EC サイト、ここで売り上げをもっと上げていきたいだったりとかですね、まあ、もっとそこに対する集客をしていきたい、あとはまあこれからインバウンドの需要がすごく増えてきますから、この外国人観光客、こういったところでもっとおもてなしをして、どんどん自社客にしていきたいというふうに考えている企業様、あとはあの営業日報だったりとか、あとはあの稟議申請だったりとかですね、今社内でやっている業務、こういったものをなるべく簡略化をしたいというような課題をお持ちの企業様、その他の問い合わせ業務ですね、やはり物が売れていくと今度それをカスタマーとしてサポートをしていかないといけない、でそこの部分には人と労力と時間が本当にかかるところなんですけども、この部分をもう少し効率化、まあ、軽減をさせていきたいというようなところの課題、あとはこれからの、これはもう世の中的にも今進んできてますけども、やっぱり残業をなくすだったり時短させたいというように考えられている企業様、こういったところを一つの AI ですね、これを複数のツールだったりとか、そういった、ことではなくて、一つの AI を入れるだけでここに挙げられているこの課題を全て解決しましょうというふうに我々考えています。で具体的にどういうふうにしていくのかというところをご説明する前にですね、あのまずインターネットの、今あの利用されている方々の大きな時間帯のところをこれ、グラフにさせていただいているんですけど、これあの総務省の方から出しているあの情報通信白書の方で出ているデータなんですけども、インターネットを利用するお客さんっていうのは、昼の時間帯と夜間帯、まあ、本当にこう営業時間が終わった後にアクセスをするっていうふうな今流れになっているんですね。ただ実際にこのアクセスをしてきているユーザーさんっていうのは、その中でもですね、 2% がいわゆるコンバージョンと言われるような、実際にこう獲得をしていけるようなお客様、ただ残りの 98% というのはアクセスはした来たけども、実際にそこで購買をしてくれたりとかっていうのはほとんどされてないっていうのが今実情だと思います。いろいろな企業様、我々あのウェブ制作会社でしたから、実際にこうお客様のアクセスログだったりとかもよく見ますけども、なかなかこれがですね 10% に 10% っていうコンバージョンを取ってる会社さんってなかなかいらっしゃらないです。だから大体ここで逃してるっていうのがほとんどなんですね。でその原因というのは何かと言いますと、まあ、こちらに書いてある通り、理由の1としてはですね、まあ、商品の良さがちゃんとその来た時に、伝えられていない。でもう1つは不安をやっぱりそこでですね、よくこういうことをちょっと気になってるんだよなってことに対する不安払拭、こういったところができてない、まあ、あとは購買までのプロセスがそもそも面倒だって言われるところですね。ここをやっぱりあの課題感としてあるんじゃないのかなと。でユーザーさんのですね、やっぱポイントで、やっぱ先ほどの夜の夜間帯、ここでアクセスしてきてますから、そこで例えばお客様が商品の詳しいことが知りたいなと思って問い合わせをしようと思っても営業時間外ですから、翌日にならないと対応ができなかったりとかしてしまうと、やっぱりお客さんからすればその場で本当は買い物はしたいんだけども、そこがわからないから明日でいいか、もしくはもうやめてしまおうっていう風になっていくのが、世の中の今流れなんじゃないのかなと我々は捉えてるんですね。で我々はそういったところの部分を、この絆というこの人工知能の会話型の仕組みを使って、ユーザーが知りたいことを一発で回答してあげると、何かチャット上に打ち込んでいただいたりとか、音声認識を使ってそこに喋りかけることによって、そのお客様が何を求めているのかっていうのを一発でこう返答するベストアンサーを出してあげるっていうようなことが、我々のこの人工知能は非常に優れているポイントです。でそこの部分ではどういうところを、今、やられているのかっていうところの一例としてですね、例えばショッピングモールさんとかの、例で言いますと、
実際にこう、まあ、目的地からの案内だったり、あとキャンペーンの誘導、ここを AI を使って実際に会話をしながらお客様を誘導していくというところをやっています。最初左側のこちらの方の、ところでは何かお困りのことございますかということを AI が実際に喋、りかけてですね、今回で言うとこの3つが今選択肢で出てます。売り場、セール情報、カード会員に関すること、まあ、こういった、まあ、選択肢を出すこともできますし、下にあるようなところからフリーテキストで、チャットで入れることもできますし、あとは音声認識で話すことができる。でこの場合ですね、例えば売り場に関する今日あの売り場についてちょっと知りたいんですよということでユーザーさんが言ったとすると、真ん中の画面が出てきて、売り場のことっていうのは結構ですね、ザクッとした曖昧な質問だったりするんですよ。でそれを本当だったら人間のコミュニケーションであればやっぱり聞き返すっていうこと、言葉をやっぱキャッチボールしていくっていうのがコミュニケーションの大事なところだと我々は思ってまして、そこで、まあ、例えば売り場について知りたいんですっていう風な質問が来た時には、何のところを知りたいんですかと、今日は何をお買い求めなんですか、洋服なんですか、化粧品なんですか、家電なんですかということを聞き返してくれると。でそこの部分で実際にじゃあ洋服の売り場をちょっと教えてくださいと言ったら、実際に一番右側の方の画面の方にですね、ここの場所からこのように行ってくださいってテキストで表示してあげることもできますし、まあ、これを音声発話、音声合成の技術も使ってますから発話させていくってこともできます。でかつその下の方にですね、まあ、あのフロアマップだったりとかそういう画像で何か伝えないといけない、言葉だと使われにくいものはやっぱり映像だったりとか、もしくはこういった、まあ、イラスト、こういうものでやっぱり出してあげた方がいいと思うんですね。でここに出すこともできますし、あとはクーポン情報、まあ、売り場だったりとか EC サイトでもそうですけども、よくクーポンを発行しているサイトあると思うんですよ。それってあのお客さんが気づかなければ利用いただけないと思いますから、このコミュニケーションの中でクーポンの情報も一緒にもう出してしまいましょうと、まあ、こういうなあのこの売り場に行くとこんなあのクーポンあの発行してますからぜひ使ってくださいということで、このクリックするともうクーポンが出てきて、この QR コードからクーポンコードをあの取得してくださいねというようなアナウンスをすることができるというところです。でそれをですね、もう少し発展していくと、先ほど冒頭でお説明したAmazon のペイメントサービス、これと今我々のこの絆が連携してますので、実際にじゃああの EC サイトで〇〇の商品についてじゃあこれを買いますかということで選択肢として購入しますとなると、中央の画面に切り替わってAmazon のアカウント情報があれば、このボタンを押すとですね、Amazon の ID、パスワードが入れられる画面が出てきますので、Amazon ID、パスワードを入れると、一番右側、注文が完了しましたというような流れができるようになります。まあ、つまりもう、個人情報をそもそも登録するという概念がないんです。実際にはもう Amazon の方にお客様の個人情報のデータっていうのはもう溜まってますから、実際カード、クレジットカードの情報だったりとか配送先情報、そういったものは全て登録済みですから、こういったものを利用して認証をかけることによってもうあとは決済まで終わらせてしまうという流れができてしまいます。なので本当に会員登録というのは今後多分なくなっていくと思うんですね。わざわざ EC サイトを立ち上げてそこで自社の会員登録させる、これは企業さんからすれば絶対欲しい情報ではあるんですけども、ユーザー側の視点に立つとですね、いろんなところに会員登録をしていくっていうことは非常に、まあ、リスクが高いと思って、なかなかやっていただけないというのが今までだと思います。だからこれ会員登録が不要になるっていうのが我々のすごいところです。でかつですね、店舗だった場合こういうことができます。リアル行動追跡ってよく我々言ってるんですけども、実際に、まあ、どのような場所を通ったのかっていうところを追跡することができます。お客様が所有しているスマートフォン、こういう、まあ、スマートフォンを、まあ、歩いているときにですね、まあ、そこで実際に例えばある特定のエリアに行ったときにですね、プッシュ通知のような形でその商品の詳細説明しましょうかっていうのを、やることができます。で今先ほどがインバウンドの需要がすごく増えてきている、2020年には約4000万人の、外国人が日本のですね、各国、各地域に来ると言われてますから、そこで実際店頭で接客をしなきゃいけないと思うんですよ。まあ、おもてなしだと日本はよく言ってますけども、実際は今店頭ではそれができていないというのが実情です。なぜならばやっぱ言語、英語は多少ですね、皆さん、まあ、語学で学んだ経験はあるかもしれないんですけども、今多いのはやっぱり中国語だったりとか韓国語、こういう、まあ、中国人韓国人は非常に多くなってきてますけども、その言語ではさすがに答えられないんですよ、スタッフの方々も。でそうなってくると、せっかくいい商品が売り場に置いてあるのにパッケージは全部日本語ですから、パッケージ見ても何のことかよく分かんないし、店員聞こうと思ったら店員さんもちょっとよく答えられない。
ったそこでコミュニケーションのミスマッチが起きて物が売れていかないと。でその部分をある特定のところに行くと、もうその商品の目の前に行くとですね、そこで英語だったり中国語韓国語でも商品を説明してくれます。かつ先ほど話したようにここでちょっと一押しお客さんにしたいなっていうポイントのところではクーポンコードをクーポンも発行させます。彼女が今この売り場ではこういうクーポンが使えますよっていうことをクーポン情報をそのお客様のスマートフォンに発話と一緒に出すことができると。もちろんそこではそれを表示させるさせないのを、クリックは1回していただかないといけないんですが、それを受け取るとやったらその何のクーポンかというのを説明もしてくれますし、どこの売り場に行けばそのクーポンが使えるのかだったりとか、そういったものも全部、出すことができると。こういった、リアル行動で追跡が可能になりますよというようなことです。でもそもそもですね、店頭だったりとかウェブサイトにそれだけのまずたくさんのお客様がいらっしゃらないと今までのところっていうのはできないじゃないかってよく皆さんおっしゃられるんですよ。それはその通りなんで、お客様もじゃあどうやって連れてくるのかっていうところが次の課題になってくると思います。でここの部分はですね、私たちはインターネット上にある、膨大なユーザーの人たち、もうこの人たちと直接つないでコンタクトを取れるようにしていきましょうっていう考え方を、持ってます。でそれどうやるか、今ですね、世界中のインターネットも含めて人口としてはですね、まず世界人口は今72億というわけよく言われています。でそこから、アクティブなネットユーザーっていうインターネットにつながっているユーザーの数っていうのは30億人いらっしゃるというふうに、データが出ています。でそこの中のソーシャルメディア、最近 SNS ですね、 SNS で利用しているユーザーさんは20億、いると。これ世界中ですよ。もちろんその中の一部が日本のユーザーというふうに考えていただきたいんですが、ここがいわゆるこうつなげるマーケット市場なんです。でここの部分を私たちはどのようにやるかといいますと、もうその SNS だったりとかレビューサイトだったりとかですね、いろんな口コミサイトあると思うんですよ。そこで書かれている情報っていうのを、全部こう持ってきます。ガサッと誰が何ということをつぶやいているのか、どういう評価をしているのかっていう情報を持ってきます。つまり何が言いたいかと言いますと、自社の商品サービスに対してお客様がどのようなことを今思っていらっしゃるのか、または、競合他社の製品サービスについてどのようなことを今そういうお客様が思っていらっしゃるのか、はたまたその業界だったり産業、またはその商品のカテゴライズ、こういったものに対してどうお客様が今トレンドとして持ってらっしゃるのかということを世の中からガサッと持ってきます。そうすると、特に SNS、レビューサイトとかですね、ダイレクトは難しいんですけども、SNS であればその方々、その興味関心のある方々に対してダイレクトメッセージをもうこちらから一括で送りすることもできるようになる。そういうようなソリューション、これはオラクルさんの製品なんですけども、オラクルさんの製品でそういったものがあります。で、もう4000万以上のところの、サイトだったり SNS から情報を持ってきますから、ものすごい莫大なですね、リーチが数があるというようなものになります。でこうすることでですね、お客様のまず声をどういうふうな評価を得ているのかっていうのを聞いて、で興味のあるお客様に対しては、私たちでもこんなことをやってるんですよっていう情報を直接ダイレクトにお伝えしていきながら、お客様とのつながりをもっと深くしていきましょうと。そうすると、先ほどのクーポンの話じゃないですけども、自社の興味を持っている人に対して特別なオファーを、お伝えしてあげて、今来ていただけるとこういうようなあなたにとって特別な、体験ができるようになってますよとかっていう情報を送ることによって、まずウェブに来ていただいたりとか、もう一つは店頭来店していただいたりとか、こういったことを PDCA でこうずっと回していけるんですね、こういうところは。でソーシャルメディアプラス先ほどの AI っていうところも含めて、我々は一元的にそこまで一気通貫で行っていけるというようなことができるようになってきます。で、もう一度繰り返しになりますけども、この絆っていうのが、どういうものかっていうのを、まとめるとですね、やはり購買までお客様を集めてきて実際に接客をするだけではなく、その先にあるのはやっぱり購買ですね。ここまでを AI でオートメーション化していきましょうというふうに我々は最終的には考えています。一つはやっぱりですね、やっぱナビゲートしてあげる、やっぱり一発でお客さんが知りたいと思ったことに対して返してあげる、これを今人でやっていこうとなっても、これからのですね、人口って、日本の人口自体がそもそもこれからなんか爆発的に増えますっていうことはまずないと思うんですね。我々ウェブ制作会社ですから、2016年にですね、
あのいろんな企業様からあのご相談の依頼来ている時の割合で多かったのはですね、採用に関するサイトをリニューアルしたいだったりとかですね、まあ、とにかく人事に関することで困っている企業さんのサイトを作り変えるっていう相談が多かったんですよ。でそれはなぜかというと、人口が減ってしまうからだと思うんですね。でその人口が減るとなると、じゃあその、採用する大量雇用というかもうできなくなってきますから、その部分を、簡単な業務、特にルーチン化されているようなものだったりとか、あとはよくあるこう質問に関する回答を差し上げないといけないようなカスタマーサポート、まあ、こういったものに関してはもう確実にですね、こういう AI でもう回答ができるようになると思います。でそこからまあ実際に、じゃあお買い求めになっていらっしゃいますかということを聞きながら、決済もですねできればその場でお客さんからしたいと思ってますので、であれば Amazon のアカウントをお持ちであればですね、私の方でも決済できますよということで、決済までしてくれるというところです。まあ、実際ちょっとこの辺に関してはですね、店頭の方でこれからちょっと導入したいというふうに企業さんもおっしゃられているところが数社いますから、まあ、今年中にはどこかがやり始めるんじゃないのかなと思ってます。で、あとはですね、やはりその、まあ、多言語、やっぱりここが大事になってくるかなと思います。日本語だけっていうわけではなくなってくると思いますから、これ企業もどんどんグローバル化今後していくと思いますので、日本語以外の言語でも、対応していくとなると、中国語、韓国語、英語、こういったものもやはり対応していく、必要があると。で、私はその部分も会話のコミュニケーションを AI で返すことができるというところですね。で